先日、トロンクシーの 3D プリンターの XY3 プログイ2を導入しました。この製品は、ヘッド部分を交換することで、レーザー彫刻機として使うこともできます。今回の動画では、レーザー彫刻用のデータを作るために、n ンクスケープというフリーのソフトと、それ用の G コード作成プラグインの JTEC Photonics レーザーツールをインストールして、基本的なデータを作る手順を解説します。 Inkscape のサイトに接続し、ページトップのメニューでダウンロードを、カレントバージョンのリンクをクリックして、最新版のダウンロードのページに移動します。そして、お手持ちのパソコンの OS に応じて、適切なものをダウンロードしてインストールします。Inkscape をインストールしたら、次に、 G コード作成用のプラグインとして JTEC p h o t o n i c レーザーツールをインストールします。まず、プラグインをダウンロードします。JTEC p h o t o n i c のレーザーツールプラグインのダウンロードページに移動し、最新版の2.4ステーブルリリースの ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードページのアドレスは、動画の概要欄をご参照ください。ダウンロードが終わったら、ZIP ファイルを回答しておきます。 次に、プラグインのファイルを、Inkscape のフォルダにコピーします。Inkscape を起動し、編集。環境設定の順に、メニューを選びます。環境設定のダイアログボックスが開きますので、ユーザーエクステンションの欄の右にある、開くボタンをクリックします。これで、プラグインのインストール先のフォルダが開きます。先ほど解凍しておいた ZIP ファイルから、 JTEC Photonics Laser Tool 2.4のフォルダをコピーし、プラグインのインストール先のフォルダに貼り付けます。貼り付けたフォルダの中に、レ a ザ e r のフォルダや、ReadMe のテキストファイルなどがあることを確認します。この後、Inkscape を一旦終了して起動し直し、エクステンションメニューに Generate Laser ーー G Code JTEC Community Laser Tool が追加されていることを確認します。 次に、プラグインを動作させるために、Python の SVG2G コードというモジュールをインストールします。この部分の手順が複雑です。一般的な Python だと、pip というコマンドでモジュールをインストールします。しかし、Inkscape に付属している Python には、pip が入っていません。そこで、pip をインストールすることから始めます。pip のソースコードのページに接続して、 そのページの内容をファイルに保存します。ページのアドレスは動画の概要欄をご参照ください。そして保存したファイルを Inkscape のインストール先の中にある bin というフォルダに移動します。Windows の場合だと Inkscape のインストール先は通常は C ドライブのプログラムファイルズフォルダの中の Inkscape フォルダです。その中の bin フォルダに移動します。 スタートボタンをクリックし、コマンドと入力して、コマンドプロンプトを検索します。そこから、コマンドプロンプトを起動します。cd スペースダブルコーテーション c コロンスラッシュプログラムファイルズスラッシュインクスケープピンダブルコーテーションのコマンドを入力します。python スペースゲットハイフンビップドット py と入力します。 PIP のインストールが終わると、インストール先のフォルダ名が表示されます。その部分を選択してコピーします。また、コマンドプロンプトはこのまま開いておきます。エクスプローラを起動して、フォルダ名が表示されている欄をクリックし、先ほどコピーしたフォルダ名をそこに貼り付けて、Enter キーを押します。これで、PIP がインストールされたフォルダが開きます。 その中のファイルをすべてコピーして C ドライブのプログラムファイルズインクスケープビンのフォルダに貼り付けますコマンドプロンプトに戻ってピップスペースインストールスペース SVG-TO-G コードと入力しますこれで SVG2G G コードモジュールのインストールが終わり、プラグインを使える状態になります。データを作成する前に、プラグインの初期設定を行います。設定の際に使うファイルを GitHub からダウンロードしておきます。ダウンロードページのアドレスは、動画の概要欄をご参照ください。 ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、ヘッダー .gcode とフッター .gcode のファイルを取り出しておきます。インクスケープを起動し、エクステンション、ジェネレートレーザー g コード、JTEC コミュニティレーザーツールのメニューを選びます。これで、プラグインの設定が開きます。まず、インポータントセッティングスのタブを設定します。 ユニットオブメジャーメントのところでは単位としてミリメートルを選択します。アウトプットディレクトリの欄では G コードファイルの出力先フォルダを指定します。欄の右端のボタンをクリックするとフォルダ選択のダイアログボックスが開きます。ファイル名の欄では出力先の G コードのファイル名を指定します。なお、フォルダとファイル名の部分は個々の G コードを出力する際に設定した方がいいでしょう。 その他の設定は、デフォルトのままにしておきます。アドバンスドセッティングのタブに切り替えます。ツールパワーコマンドとツールオフコマンドの欄で、レーザーのオン・オフを行うための G コードを入力します。レーザー彫刻機によりますが、レーザーをオンにするコードは、M03 や M106 などです。トロンクシーの XY3 Pro V2 だと、 このコードは M106 スペース S255 です。また、レーザーをオフにするコードは M05 や M107 などです。トロンクシーの XY3 Pro V2 だと、このコードは M106 スペース S0 です。その他の設定は、デフォルトのままにしておきます。カスタムヘッダーフッターのタブに切り替えます。 カスタム G コードをヘッダーファイルパスの欄の右端のボタンをクリックし、先ほどダウンロードしておいたヘッダー .g コードのファイルを選びます。また、カスタム G コードをフッターファイルパスの欄の右端のボタンをクリックし、先ほどダウンロードしておいたフッター .g コードのファイルを選びます。その他の設定はデフォルトのままにしておきます。 コーディネートシステムトランスフォーメーションズのタブに切り替えます。ベッド X ウィトスとベッド Y レングスの欄でベッドの縦横のサイズを指定します。トロンクシーの XY3 Pro V2 だとどちらも 310mm に設定します。G コード X オフセットと G コード Y オフセットを設定すると出力結果の位置を上下左右にずらすことができます。 出力結果がベッドの右寄りにずれる場合はずれた幅の分だけ G コード X オフセットをマイナスの値に設定します。逆に左寄りにずれる場合はプラスの値を設定します。出力がベッドの下寄りにずれる場合はずれた幅の分だけ G コード Y オフセットをマイナスの値に設定します。逆に上寄りにずれる場合はプラスの値を設定します。 ここまでの設定を終えたら、閉じるのボタンをクリックします。インクスケープで G コードを作成する基本的な手順を解説します。まず、ファイル。ドキュメントのプロパティメニューを選びます。画面の右端に、ドキュメントのプロパティが開きます。カスタムサイズの部分で、 幅と高さをレーザー彫刻機のベッドのサイズに合わせて変えます。トロンクシーの XY3 Pro V2 の場合だと、幅と高さの両方を 310mm に設定します。各種のグラフィックのツールを使って出力した家を描きます。円を描き終わったら、それらを全て選択した状態で、パス、オブジェクトを、パスへのメニューを選びます。 エクステンション、ジェネレート、レーザー、G コード、JTEC コミュニティ、レーザーツールのメニューを選びます。プラグインの設定の画面が開きます。インポータントセッティングスのタブのアウトプットディレクトリとファイル名の部分で G コードの出力先のフォルダとファイル名を指定します。適用のボタンをクリックします。しばらくすると G コードのファイルが出力されます。 画像データを読み込んで、その輪郭をトレースして出力することもできます。ファイル、インポートのメニューを選びます。ファイルを選択するダイアログボックスが開きますので、インポートしたいファイルを選びます。インポートの設定のダイアログボックスが開きます。設定を変えずに、OK ボタンをクリックします。インポートした画像のサイズを変えて、 ページに収まるようにします。画像を選択して、パス。ビットマップのトレースのメニューを選びます。トレースの設定が開きますので、適用のボタンをクリックします。トレースが終わったら、パス。オブジェクトを、パスへのメニューを選びます。この後は、図形を描いた時と同様に、エクステンション。 ジェネレートレーザー G コード JTEC コミュニティレーザーツールのメニューを選んでファイルを出力します。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。